でも聞いたところによると、はい、うぶきちゃんはもともと中村ゆういちもファンなんだよ。あ、そう、まあ、そうですね。はい、そう、だいたいそうだ、あのファンの人はそれ以上語ってくれないいや、なんかもういつもそうだよ、いつももう慣れっこですよ。あ、そうなんですよ。で困るんですね。いや、さすがにそのあのご本人様を目の前にしてそういうあの限界を迎えていいのかっていうのが本当にいいんだよ。いいんですか。いいんだよ。若者に言ったことあるよいしょ、出ろ、ふーちゃん出ろ。あ、違う、あ、赤いハートちゃんですね。はい、ハートちゃんもですね、ホロライブ1期生の、うん、はい、女の子なんでして、うん、クモとかを食べた実績がございます。クモを食べた、はい、あのタランチュラとかをあの配信内で食べたことのある。頼まれて、いや、もう自ら進んでタランチュラを食べて、ね、はい、ハーチャマクッキングというもの。負けてたうち山までやってないからクモ食うの。そう、そうですね、古いレーションしか食ってない、うん、古いレーションと古いビックリマンしか食ってないカジさんが、うん、一緒に食べたりは。あ、でも本当にデビューしたての頃になんかね、虫は食べたことありました。マジで、はい、そうありましたね。興味本位ホロライブ入りません僕たちは入りません。登竜門が虫じゃないですから大丈夫ですよ。登竜門が虫新人はまずこれいけるってタランチュラ出されてる俺まだ頑張れるかもカジタはじゃあ残って俺だけじゃあつって俺まだホロいけるかもまだ相手は粘りますね。そんなことないです